きます。僕は普段絵描いていて、いわゆるあの平面作品というか、まあ、キャンバスに、まあ、スプレーとかいろいろ使って描くことが多いんですけど、一応まあその画家っていうあんまり言ってなくて、美術家とかアーティストっていうふうに言ってるのは、まあ、ビジュアルアートが軸ですけど、それをこう、まあ、場合によってはちょっと拡張解釈して違うメディウムで表現したりとか、違うメディウムとの関係性の中で自分の思考とか表現を広げていくっていうことは、まあ、意図的にそういう機会も作ってますので、今回は、まあ、普段あんまりないんですけど、まあ、映像作品を最初に持ってきてます。で、まあ、作品って呼べるかって結構怪しいというか、あの作品っていうところまでこうすごく作り込んだものではなくて、どっちかっていうと普段日常的に、生活する中で考えていることが、ちょっとこう、あ、これ自分が今考えていることになんかピタッとはまるなっていうような現象とかを見つけたりすることもあるって、そういうのをとりあえず取っておいて、何かの時にこう使えるかもなっていうぐらいで取っておいたりすることもよくあるんですけど、これなんかまさにそういう感じで、これは確か東京だったと思うんですけど、東京のどこかのよくこう駅と直結してる何か大きな建物とかで、あの駅の方からこう上に上がって、その建物のなんか1階みたいなところにこうちょっと吹き抜けみたいになっているところにこう出てくような、そういうエスカレーターですよね。でこれあの本当に15分ぐらいちょっと時間潰さなきゃいけなくて、カフェでお茶してる時にその座ってる席のガラス張りの向こうに見えた風景なんですけど、このエスカレーターの動きの上から、あの、まあ、たまたまこの本当にその時のこの時間帯この角度でこう光が落ちていて、それがこうなんか何でしょうね、鯉がこう川を登っていくじゃないですけど、エスカレーターの上に何か生き物がこう揺らめきながら存在しているような風景に見えたっていうのがあって、それでまあ映像に撮っといたんですね。もう本当に5年前とかなんですけど、でそのままずっとあの、まあ、なんていうか特に何もしてなかったんですけど、今回の展覧会がこうアルタードディメンションっていうタイトルで、まあ、その次元っていうのが、通常我々2次元とか3次元っていうふうに考えると思うんですけど、まあ、2次元が平面で3次元が立体っていう、だけどあのそれってこう人間がこう物事を分類して整理していく中で、いわゆるその整数12345っていう整数でこう次元を区切って、人間にとって分かりやすい次元っていうふうに区切ってこう考えていくから出てくるわけですけど、そのなんか間の揺らぎというか、2次元と3次元の中間であったり、もしくはその2とか3とかっていう数字じゃ救いきれない、まあ、第3のというか、まあ、アルタードっていう言い方をここではしてるんですけど、もう一つの次元みたいなものっていうことに対する、まあ、ヒントがここにあるなっていうふうに、まあ、その時思ったので、この映像を最初に持ってきてます。でたまたまなんですけど、この横の階段が、まあ、展覧会の動線として階段を上って上に上がっていくっていうのも一つあって、なのでここにまあ映像としての、まあ、これ階段じゃなくてエスカレーターですけど、まあ、エスカレーターがあって横に階段があってっていう、その実空間とのある種の、なんていうんですかね、関係性という意味でも、ちょっとここにこういう映像を大きく映し出すのは面白いんじゃないかなっていうのがあって、最初にこれを持ってきてます。これがまあ2つ目の、まあ、今のエスカレーターの映像もビジュアルメモっていう言い方をして、そのいわゆる作品っていうふうに言い切らずに、ちょっとその僕にとってはさっき言ったような日常的な思考の中で気に留まったもので、見るこの展覧会に来るお客さんにとっては、まあ、作品一個一個、まあ作品を見ていく中で、その合間でちょっとこう作品を見る時の想像力みたいなものをブーストするためのちょっとした手がかりというようなものになったらいいなという思いで、まあ、一応あのハンドアウトにはビジュアルメモですよねっていう言い方で記載しているんですけど、でこれがまあ2つ目のまあビジュアルメモってことですね。でまあこれもまあそんなにこうなんていうんですかね、いろいろ深く考えてここに置いてあるっていうほどのことでは逆にないんですけど、まあ、あの今エスカレーターがあったのと、まあ、同じような現象が今度階段でも、これは本当僕 の, あのスタジオに行く毎日撮ってるところの、駅から降りるところの階段なんですけど、あの本当大体自分は朝の9時過ぎぐらいにここを通るんですけど、まあ、日によってちょっと違ったり天気によって違ったりするんで、この影の映り方も毎回当然ちょっとずつ違っていて、
で、まあエスカレーターの場合はこうエスカレーターってすごい面白くて、あれってこう回転してるんで人間から見えないこう裏側に回るときは平面になるわけですよね。一回平面になってでこう手前に出てくるところで今度こう立体化するっていう、その立体と平面の間をぐる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 循環していて、そこに光が落ちて複雑な動きが生まれてるっていうのが下の映像なんですけど、まあ、これに関してはどちらかというと僕が毎日通うっていうその日々のルーチンの中で時間帯が微妙に違ったり天気が微妙に違ったりする中でこの階段自体は固定されてるんだけどそこに当たる光っていうのが日々ちょっとずつ変わっていくっていう、そこにある種のこう動きがあるというか、そういうまあで最初はここにもう3枚ぐらいこう似たような画像があって少しずつ影の位置が違うものがあってそれを並べるっていうまあことも最初考えてたんですけど、まあいろいろ考えて最終的には1枚になったという、はい、じゃあ上に行きます。これはですね一応タイトルはここにあってフィグラティ428番という作品で、素材的にはカッティングシートにインクジェットですね、印刷したものを、貼ってる、一応、壁面作品というふうに僕は呼んでいて、壁画じゃなくて壁面っていうのは壁画の場合は画ってこう書くっていう行為が入るんですけど、これは自分で書いてるんじゃなくて、印刷したものを設置しているので壁面を使っているっていう意味で壁面作品というふうに一応言ってます。で、僕がカッティングシートを使った壁面作品っていうのはかなりいろんなところでやっていて、屋外でやる場合もあれば屋内でやる場合もあるんですけど、今回の一番の特徴は、この飛び出てる部分ですね。でこういう、なんていうかな、立体物の面に沿ってこういうふうに手前に出てきてっていうような、こういう部分っていうのはこれまでの過去の作品でもいっぱいあったんですけど、こういうふうに宙に浮いて飛び出てるっていうのは今回初めてやっていて、これもやっぱりそのアルタードディメンションっていう、次元がこうひねられることによって2次元とも3次元ともつかない領域に飛び出ていくっていうような、視点からやってます。でやっぱりその壁画とか壁面作品っていうのは絵画と違う、一番違うところっていうのは絵画の作品っていうのは基本的にこう作品の正面に立って対峙して、一つのある程度固定された視点、見る人の視点っていうのが想定されるわけですね。例えばいわゆる遠近法とかっていうのは消失点っていうのがあると思うんですけど、あれを反転させると逆に見る人の視点っていうのが見えてくるっていうものなんですけど、それは美術館とかそういう作品を見るための空間に置かれるものだから、そういうことが想定されうるわけですね。ただ壁画っていうのはとか壁面作品っていうのはこう街中にあったり、屋内でやってもこういう正面から見るって言ってもこのサイズで、しかもこういう動線の中にあるものっていうのはどこをもって正面とするのかっていうのがやっぱり言い切れないわけで、常にこう移動しながら、下からこう上がってくる階段を上がりながら見るのと、例えば今本間さんが立っているああいう位置から見るのとで全くその見え方が変わってくると思うんですね。それが通常の壁面作品でもそうなわけなんですけど、これについてはさらにこう飛び出てる部分っていうのがあるので、この飛び出てる部分っていうのがまたこうそれをどの角度から見るかっていうところで、その作品のこう現れ方っていうのが本当により複雑になってきてるというふうに僕は思っています。かつここはガラス面に貼ってあって、キャンパスの側から実は見ることもできたりとか、その時間帯とかによって光の加減もこれも違ったりとか、こっちから見る場合でも時間帯によってこう人が多く向かっちゅう側を歩いている時間帯とそうじゃない時間帯があるので、絵の背景にどれだけそういう、こう人の動きがあるのかっていうのも、時間帯によって変わってくるので、そういったことも含めて作品の見え方がこう複雑化していくっていうのが、今回この作品の特徴かなというふうに思います。確かにこの場所を結構小山さん展覧会の準備の段階でケムコの建物の中とか展示室だけじゃなくて、いろんなところを歩いてみてくださって、どこに作品が展開できるかなっていうところを考えながら、設計していってくださったんですけど、ここの吹き抜けの感じと、キャンパスの側までなんか突き抜けて
見えているビジョンの中に QTS をこう登場させるというような形で、作品設置の方をしてくださったんですけど、結構この作品もその学生さんの OBL で、まあ、書いてくださった人がいろいろいらして、まあ、その空間ここを選んで、作ってくださった作品っていうこともあると思うんですけど、ちょっといくつか質問あるんで、はい、全然、はい、ちょっとここで聞いてしまいます、うん、建物の、壁の色や材質と作品の質感や色に関係はありますか、うん、っていうような質問が来てるんですけれども、このあたり先ほど背景とかこの風景とか、うん、空間の中でっていうことをお話しありましたけど、今回そのシルバー&白っていうのも初の試みというふうにも聞いているので、うん、はい、そのあたりとちょっと交えてお話しいただけたら。やっぱり関係があるかないかっていうと関係はあって、まあ、この作品に関して言えば、例えばここの、まあ、なんていうんですか、この梁が、まあ、白いっていうことだったり、まあ、そのセオリーがあるわけじゃないんですけど、ある程度その環境が持っている、あらかじめ備えているその条件、まあ、色彩ってやったり構造っていうものに対して、うん、その、なんていうのかな、そこに溶け込んでしまうと完全にね、うん、作品としてこう浮き出てこない、うん、なけれども、完全なる違和感としてそこに作品が存在するっていうのも僕の中でちょっと違っていて、うん、半分溶け込み半分はでも異物であるっていう、うん、そこのある種のさじ加減みたいなものをどこにどうするかっていうのは結構常に気にしてるんですね。やっぱり自分のバックグラウンドの一つにそのストリートアートっていうのがあるんですけど、ストリートアートってもともとは、まあ、違法行為として街に勝手に描く、まあ、シャッターに描いたりするっていう、はい、あれはこう完全なる異物として街に描かれていくので、もともとのその建物が持ってる意味とか文脈とか、はい、もしくは色彩とか形とかっていうものを無視して本当に上書きしていっちゃうっていう、はい、でそれはなんかこう僕からするとやってることが非常に単純で、もう少しそのもともとその場にある、条件っていうのにを、まあ、分析するなりそれを汲み取っていくっていうことをしたい、うん、だけど同時にその場所がもともと持ってるその図式というかスキームに収まってしまうと、はい、やってる意味があんまりないので、はい、やっぱりその作品が入ることで第三の状況が生まれてくるような、そういう、まあ、バランス加減っていう、で色に関してもやっぱりそういうことを考えながらやってるっていうのがあって、はい、でシルバーにしてるのは、まあ、僕は普段白黒でやることが多いんですけど、今回はちょっと白黒だとさっきの話で言うとちょっと違和感の方が勝っちゃうような気もしていて、やっぱり光がこれ入ってくるって考えた時に、完全に白黒だとこう逆光みたいになった時に、はい、ちょっとこう作品と周囲の環境っていうのがうまく噛み合わないような気がしたんですね。でシルバーにすると、まあ、このシルバーにも実は何種類かあったんですけど、周囲の空間とか見てる人の例えばちょっとした表情が近くで見るとこう映り込んでいったりとかして、やっぱりこう環境を取り絵自体が環境を取り込んでいくような作用もわずかにですけど生まれてくるっていうところで、そういう、まあ、逆光であったり光の入り方っていうものともうまくこう手を取り合って全体に一つのこうバランスが生まれるんじゃないかなっていうのは考えてます。確かに結構こちらの作品見られた方とかの声を聞くと、うん、その、まあ、天気によってだいぶ印象が違うっていうようなこととかも聞こえてきたり、まあ、こう自分が映るとかいうことがやっぱり一つこう目を引くきっかけにもなったり、こう作品として見るところとこうふっと部分にフォーカスするような見え方がするっていうような声が少し聞こえていたりして、まあ、そういったところのこう、ね、見え方の多様性みたいな複層性みたいなところがあるのかしらというふうにお話を今聞いてて思いました。うん、そうですね、お話が遮っちゃった。あ、いえいえ、まあ、このシルバーももっとベタっとした反射はしないけど、色としてはグレーとかシルバーっていうのと、まあ、より本当に鏡みたいにもっとはっきり映り込むシルバーもあったんですけど、まあ、このちょっと鈍くて若干こう鏡面効果、鏡の効果もあるけど完全にこうはっきり映すわけじゃないみたいなのを、まあ、選んだのは、まあ、その
まさにさじ加減の部分、うんうん、ちょっとそこはね、なんかこうセオリーっていうよりかは感覚的なところなんですけど、で今回はこれがいいんじゃないかなっていう、うん、はい、この作品を作る時って何ですか、うん、この展覧会をイメージしてというか、この場所に作るからこう作ろうって決めて作られたんですか、それともなんかもともとこういう作品があって、でここに展示するからなんかこういう風に変えようと思って変えたのか、なんかそのプロセスがちょっと気になったので教えていただければ。はい、この作品は本当に完全にここに設置するために作っていて、まあ、この展覧会のオファーがなかったら存在してなかった作品だと思うんですね。で、もっと言えばこの場所を使えなかったら、結構そのここに最初やりたいねって言っててもまあいろいろそのいろんな制限の中でここに作品は展開できないっていうふうになってた可能性もまああって、結果的にはできたんですけど、やっぱりこの場所だからこれになったっていうのがすごく大きくて、実はまあ、さっきは飛ばしましたけど、すごくベーシックなこととして言うと、構図としてはこれ左上から右上に向かってこう上昇していくような動きを持った構図になっていて、それはやっぱりこう階段を下から登ってきて上に上がっていくっていう人の動線と連動しているわけですね。だから、まあ、さっきは色とかシルバーって話をしましたけど、構図っていう意味でもやっぱりこの場所だからできているっていう、で2つのこのガラス面がこれ中央に4つあるんですけど、左右にもう4枚あって計8枚あって、その中でここの1枚とここの1枚をまあ中心にして、多少ははみ出てるんですけど、で中央の部分はこう中空に絵が浮くことで梁をかわして、で右上に上がっていくっていう、そのまあどこに重心を置いてどういう動きを絵に持たせるのかっていうのは、やっぱりこのガラス面ないしはこの空間だからでこうなってるっていうふうに見えます、ね、うん、下の作品とそちらの作品と合わせて、やっぱなんか光と影みたいな、なんかテーマもあるなってすごく思ってて、なんかこの作品もやっぱりここの作品を見つつね、下をちょっと時間帯にもよると思うんですけど見ると、このやっぱりその影、うん、クイックターンの影がすごいなんかやっぱ美しくて、そういうなんてあることもなんか考え、光まで計算されたのかなとか、なんかそんなことを考えながら聞いていたんですけど、やっぱりこの時間帯によって変わる、うん、この影の動きとかも考えられたのかなってすごく気になって質問させていただきました。お願いします。おっしゃる通りで、やっぱりこの展覧会に限らず過去の展覧会でも作品を設置したところにこういった形で影が生じてくるってことはやっぱあって、そういうことが生じるってことに対しては自覚はあったし、ある種の期待もあったんですけど、ただそこはあらかじめ正確にこう設計できる部分ではないので、ある程度やってみてどうなるのかなっていう、で今回ここの影は実は僕はそれほどここにこうやって影が出るかどうかっていうところまでは実は考えてはいなかったんですね。上の作品が実はこの後見る作品はもう影が出ていて、そっちは結構考えてたんですけど、なんかやっぱりこう最近の建築ってこうガラス張りだったり透過性の高い素材を使っている建築物が多いので、屋内でやっていてもこういう光と影の効果っていうのがこう出てくる場合が多くて、特にまあそれは僕の作品に限らずですけど、そういうのはなんか建築のそういう何ですかね、トレンドというか、とも関係してるかもしれないですね。なんかこの平面上にこの描かれてる、まあ、絵って言ってるのか分かんないですけど、この平面上であるときは何でしょう、これ立体じゃないと無理な、何でしょう、平面上だと立体だけど、この立体になった瞬間に紙に描かれたのが平面になってるじゃないですか、はいはいはい、そこのなんか気づきみたいなやつは何でしょう、ちょっとなんかあんまり今口で説明できないし、どういうところから着想を得たというか、いやそれはすごく重要な問題で、実は僕の制作にとって、でただなんかこう革新的な答えがあるわけじゃないんですけど、そもそもこの展覧会とかそのアルタードディメンションっていうテーマを考えたのもそういうところからなんですよね。で
これはやっぱりその僕のバックグラウンドの一つであるストリートアートっていうところから始まるんですけど、ストリートアートってもともと壁に自分の名前を書くっていうところから始まっていて、で最初は普通の線画っていうかな、文字を普通にフェルトペンとかで書いてるところから始まって、だんだんその文字が太くなって立体化していくんですよ。で、まあ、今おっしゃってくれたその平面上なのに立体的に見えるよねっていう話部分っていうのは、そういうストリートアートのところから由来してるんですけど、なんで立体化していったかっていうと、ストリートアーティストの数が増えて、一つの壁面に例えば2つ3つしか名前がなかったら見えるけど、ここに100個の名前が書いてあったら一個一個埋もれちゃうんですよね。っていう中で少しでも目立とうとして、他の名前より手前に飛び出て人の目に留まるようにしようっていう、その効果を求めて当時のまあ70年代のニューヨークにおいてストリートアーティストたちは文字を立体化していったんです。で逆に言うと手前に飛び出すっていうことが重要なのであって、その裏側の構造とかについては彼らはあんまり考えてなかったんですね。だから実はこの立体というと正確じゃなくて半立体というか、レリーフ上に手前にだけどんどんせり出てくるっていうある種の運動を造形がこう持っていったっていう。で、ちょっと突っ込んだ話になっちゃうけど、その三次元性っていう言葉と立体性っていうことがちょっと違うのは、三次元っていうのは現実の持ってる空間構造を描写するっていう話なので、裏側のことも考えているはずなんですよ。例えば油絵とかを見ると、遠近法で描かれた油絵だったら、僕の後ろに長谷川さんが立ってたら、ここの間の空間っていうのは表からは見えるようには描かれてないけど、ちゃんとこの空間の間合いを捉えた関係性が絵の中に描かれているはずなんですね、裏側も。それが三次元性と。でも立体性っていうのは、まあ、これちょっと僕の独自解釈なんですけど、今言ったようにその裏のことを考えずに手前にこう造形自体がどんどんせり出てくるっていうものとして書かれていて、だからこれなんか見てもらうと、ここの線の後ろにこういう線が通っているんですけど、僕はこの線とこの線の間のここの空間について考えてないんですよ。どちらかというと線が自由に伸びていくっていう拡張する動きの方を重視していて、この空間考え出すとその線の広がりの動きっていうのが減速しちゃうんですよね。だから実は平面だからこそ成り立つ三次元性であり、立体性であり、その広がりの運動っていうのがあって、でそこら辺がこう僕もずっといつも考えながら、この立体感って一体何なんだろうなってことをテーマにしてきていて、っていう中で今回の展覧会のテーマも出てきているので、すごくその質問してくれたことっていうのは、これからも多分考えていくことなのかなって気はしてます。ここはルーム1で、メインの展示室の一つなんですけど、ペインティングの作品です。で、どっから言おうかな、僕がしばらく前から、何年か前からやってるアンストレッチドキャンバスっていう作品のシリーズで、これキャンバスなんですよね、いわゆる。で通常はこれ木枠とかに貼って、で表面をこう処理してジェスを塗ったりとか下地処理してその上に絵描くっていうのが普通なんですけど、僕の場合は木枠に貼ったりせずに、この生地のままで下地とかも処理せずに、そのまんまピンで壁に留めて描くっていうスタイルでやってるシリーズです。で今回はそれを、この真ん中に筒を仕込んでですね、ちょっとこう中央部分が盛り上がるような仕掛けをつけて展示しているっていうところが、いつもと違うところなんですけど、このシリーズ自体はアンストレッチとキャンバス自体はしばらくずっとやってるものです。でアンストレッチとキャンバスっていうことをまずちょっと言うと、絵画って極めてそのフォーマリズムというか、ある種のこう形式的な操作で絵を描くっていうことが戦後のアメリカなんかで絵画の主流になってた時期があって、例えばキャンバスの厚さ、木枠の厚さと同じ幅の筆で画面の中をずっと塗っていくとか、それってその自分の感情を表現してるとか、なんか風景を描くとかじゃなくて、絵画の形式が持ってる特徴、その
木枠の厚さとかそういうことですよね、うん、それを素材にそれだけで絵が成立するように作るっていう、だから描いてる人の内面とか主観性とか綺麗とか美しいとかそういうことではなくて、形式的操作だけで絵を描くっていうことなんですけど、でそれ、まあ、そういったものにも僕結構影響を受けているんですけど、ただそれをなんかちょっとこう揺さぶってみるというか、例えばその今言った木枠の厚みで描くっていうのは、あの木枠にキャンバスを貼り付けてるからそれになるわけですけど、貼り付けないで直接ピン止めするとそもそも厚みが存在しないし、縁の部分っていうのがまっすぐ出ないというか、こういうたわみとかちょっとした揺らぎみたいなのがこう縁にこういうまあちょっと糸がほつれてたりとか、こういうまあディテールなんですけど、こういった形で絵を展示していくと、ある種のこうドローイングのようにも見えてくるわけですよね。ドローイングでさっきの話じゃないけど、ドローイングっていうのはもうちょっとこう自由に線が動いたり、あの絵画っていうカチッとしたところに行く手前でいろいろこう自分の頭にあるものをダイレクトに吐き出して線を自由に動かしていくっていう、まあ、子どもの落書きじゃないけど、そういうドローイングっぽさとかを、まあ、キャンバスの中でやる上で、まあ、一旦その木枠っていうものを外してこのペラッとした状態にしてみるっていうことだったり、でサイズもこうなんていうんですかね、木枠に貼っちゃうとやっぱり物としてこうオブジェクト感が出てくるんだけど、うん、この状態だと、まあ、巻いて動かしたりもできるし、そのサイズを結構大きくしやすいっていうのがあって、であの例えば壁にピンで直接留めるっていうのでもこう壁画のっぽさもあったりです、うん、なんでこのキャンバスで絵画なんだけど壁画のようでもありドローイングのようでもあるっていう、ちょっとそのメディウムの軸は絵画っていうところにあるんだけど、でもちょっと絵画以外の隣接してるジャンルにも少しこう揺らぎを持って触れていくような、そういうまあシリーズとして、まあこのアンストレッチドキャンバスっていうのを僕はずっとやっていて、っていう中でそのまあアンストレッチドってそのストレッチしてないっていう意味なんですよね。でストレッチするっていうのはさっきから言ってますけど木枠に貼るってことなんで、木枠に貼ってないまあ、状態っていうのが文字通りの意味なんだけど、もう一つの意味として、要するにこの筒にまだ巻きつけてある状態っていう意味でもあるんですね。キャンバスって最初こう画材屋さんから買うとこう筒に巻きつけた状態で売られていて、それを買ってきてロール状ってことです、はい、でそれをこう、まあ、ロールから伸ばしてきて木枠に貼るんですけど、アンストレッチドキャンバスって例えばアメリカとかでいうとそのロールに巻いたまんまの状態、これから貼る手前っていうことなんですね。だから時系列があるんですけど、っていうようなことを考えていた時に、そのアンストレッチドキャンバスっていうものをもう一度その、まあ、これ中にそのロールが仕込んであるわけですけど、ロールに巻きつけた状態で展示することによって、そのディメンションが要するに平面的なものからちょっとこう半立体的なレリーフ状のものに形状が変化していくっていうことが、まあ、今回のこの展覧会のアルタードディメンションっていうテーマと自分が今までアンストレッチとキャンバスで考えてきたことがちょっとそこでこうクロスオーバーするような気がして、それで今回こういうふうな見せ方をしてみたっていうふうになります。なるほど、ありがとうございます。そうですね、先ほどあのお話ししてくださったあちらのあのワードの428の作品で語られたそのレリーフ性みたいなところと、まあ、このアンストレッチとキャンバスシリーズで、まあ、これまで大山さんが考えられてきたことと、まあ、このアルタードディメンション展で改めてこう立ち戻って考えてくださって、まあ、そこからアルタードディメンションって思った時次元をこう、まあ、ねじるというかねじってみるとこのシリーズでどうなるかっていうところで多分トライしてくださったところだと思うんですけど、はい、あのこちらの作品についても少し質問が来てまして、これ多分その、ロールを仕込んで、まあ、半立体的な形で、まあ、前面の方にこう膨らむような形態をこう、うん、持たせているというところもあると思うんですけど、こう折り方としては2つ折りというかこう、うん、2回折ってって1回折って、まあ、折り戻してるっていうか、うん、カチッとは折らないけど、まあ、戻すっていうような形態を取っていますけども、はい、こういってこういってる、そうですね、折って戻ってきて、うん、まあ、壁に戻っていくっていう、この筒状に膨らんでるところの真裏というか、うん、らへんに結構
折れ目が来てるようなイメージですかね。でまあそのこう立体性とか、まあ、三次元性みたいなものを考えた時に、まあ、こう折るこう折り返すみたいな形を選んだのはこうどうしてですかっていうような質問が、多分あの他にもこう布って割とこう形が自由にあの動かせるというか作れる素材でもあるんで、多分そういう質問が出たのかなと思うんですけど、そこのあたりはいかがでしょうか。そうですね、いやその辺も考えてたことはあって、なんていうのかな、もともとなんであの今回これに至ったかっていう、まあ、さっき説明したことっていうのはあの一つあるんですけど、あの初めからそれを考えて作ったっていうよりかは、いろいろ探っていく中で見えてきたっていうところがあるんですね。でその探っていく中で最初あの気づきがあったことっていうのが、あの、まあ、今日ここにある作品じゃない別の同じタイプの作品でもっとでかいやつがあって、その裏にサインを書かなきゃいけないっていうのがあったんですね。で壁に貼ってある状態であのサインを書かなきゃって思ったので、絵の右半分のこうピンを外して、ちょうどそれを折ってこうこっち側に裏側が見えるように半折りして、で止めてでサイン書こうと思って、でやった時にその綺麗に折れるわけじゃないんで、こう斜めに折れるんですけど、その場合でなんか下の方は重力こうダランってなっちゃったりして、でその形状が面白いなと思って、まあカーテンとかがこう垂れてドレープみたいになってるようにも見えて、でその時にその絵の半分はピタッとぴっしり止まってるんだけど、もう半分がこうカーテンみたいになってて、 でもそこにも絵は描いてある、で裏側が見えたりする、はい、でこの下地処理してないんで染み込んでるんで裏にも見えるんですよね、いろいろっていうあたりが面白いなと思って、うん、あこれで何かできそうだなと思ったってのが最初なんですけど、うん、自分的には、まあ、さっきの話でいうところのフォーマリズムというか、はい、まあ、結構他の今回見せてる他の作品が造形を本当にこう実験的にいろいろこう、こねてるというか、ひねってるんで、この絵画っていうのはやっぱりちょっともう少しこう機械的操作というか、うん、もうこれかなり実は図面とかいっぱい引いてあの細かく形設計してるんですけど、そういうこう、まあ、僕が即興的にこうキャンバスをねじっていくっていうよりかは、ルールに沿って機械的にこういうねじれをつけていくっていう方にここはしたいなと思ったんですよね、逆にコントラストとして、でまあこういう形状になったっていう質問でしたっけ。はい、そうですね、ありがとうございます。結構なんかこう一旦こう多分折られてる部分で私たちこう見ようと思っても、ね、見れる部分がこのこうちょうどこう入っていくこの部分までですけど、実は絵はもちろん描かれているし、その先ほど大山さんがおっしゃっていたこの平面のこう中の立体性なりは、まあその折れていて私たちの目には見えない部分では展開されているっていうようなところも、何かこう次元的な層というか、こう何かこうつかめない次元の問題がそこに潜んでいるような、そういったのことも想起させるなと思って大変面白いなと思うんですけど、何か先ほど何かそうあのその試行錯誤というかそうそうこうなってるか面白いかなこうしてるとこあったんですけど、何か結構何か何作か連作じゃないですか、その中で何かこう何か変化していったりとかっていうことはありましたか。そうですね、僕の今回1,2,3,4,5,6,6点ここには展示してるんですけど、自分は、まあ、今回この展示に限らずですけど、結構その展示する空間から逆算して、まあ、新作作る場合は一個一個の作品を割り出していく、あの作品のサイズを割り出していくっていうことが多くて、なので例えばこの壁に2点であそこのガラスケースの中に1点とかここに1点とかっていったときに、この壁の寸法をまず、基準にして、でそれをまあパソコン上でレイアウトして、まあ、絵のサイズはこのくらいだと収まりがいいなみたいな形で、まあ、絵のサイズをこう結構そこはだから本当に形式的にこう決めていくようなところがあって、で、まあ、まず6点のサイズをパソコン上で決めて、でさっきも言ったようにこのキャンバス自体とかこの折り目 その設計っていうのももう一通り全部作って、でこのピンで穴開けてる位置っていうのも全部
ミリ単位で決まってるんですね。なんだけどそれ全部あくまでシミュレーションなので、ここに持ってきて実際壁に置いてみてやっぱり違うなってことあるんですよね。で実はもっと最初のプランだともっと、横が狭くなる予定だった全部。これだから絵がもう本当今見えてるのの半分ぐらいしか絵の部分が見えないぐらいもっと狭くなる予定だったんですけど、ちょっと現場でこう置いてみてちょっとやっぱり、まあ、絵の部分が見えてなさすぎるし、まあ、壁に対してちょっとボリュームが小さいなってなって、それで急遽もっと引き伸ばすことにしたんですよね。で結構そこの調整は最後までこうね、設営の3日間か4日間のあったスケジュールの中でそう最後までやってた部分なんですけど、やっぱりパソコン上でシミュレーションしてるときはキャンバスのサイズとかまではシミュレーションするんですけど、実際中に描かれる絵柄っていうのはその後に即興的に描いていくので、そこで絵柄ができてきた時のことと最終的なその設計してきた部分を突き合わせた時にやっぱりもう一回調整が必要になるってことがありますね、うん、よくあるかもしれない、はい、あんまり関係ないかもしれないんですけど、このここだけ結構匂いがすごいあるんですけど、そういうとこっていうのはそのたまたまその絵とか その効果なのか、それとも結構計算してこういう匂いを出したのかお聞きしたいです。匂いに関しては、多分、まあ、この部屋に匂いをつけようみたいなことを考えていたわけではないんですね。ただまあおっしゃる通りこれ炭とスプレーで作っていて、結構まあ他の作品に比べてなんていうのかな、 生もの感があるというか、一応まあコーティングとかなんかそういうことはしてるんですけど、やっぱりも素材そのものの持つ、マテリアリティっていうのが他の作品よりかは出てきてるものなんで、多分それでこう匂いを察知する人もいるのかなと思うし、まあ、この空間は結構その誰かが言ってたけどちょっとこう海の底にいるような、まあ、外の部屋外の空間とはちょっと遮断されてここだけで一つのこう世界を形成するような少し閉じた空間にするっていうイメージはやっぱりあったので、そういった中でこう匂いとかが特に感じられやすいこととかはあるかもしれない。結構匂いの点はコメントされる方多くて、やっぱりその素材のこう生っぽさみたいなところを察知される方はいらっしゃるのかなという印象があります。はい、そういう意味で言うとガラスケースの中に2つ作品があるというのはすごく実は意味があって、うん、そのマテリアリティとかこの、まあ、半分飛び出ている半立体的なものっていうのがガラスケースに入ることでもう一回視覚的なものに還元されるわけですよね。一、うんうん、回そこでその映像化されるというか、そうですね、うん、そこでもう一度そのなんていうのかな、次元の往復っていうか、うんうん、2次元3次元とかその造形物と、イメージの往復運動みたいなものが、うん、そこでもう一度こう繰り返されるみたいなところがあるんで、ガラスケースがあってよかったなそこのメリハリみたいなものが確かにありますね。山さん、この作品さっき皆さんにお配りしたチラシのメインイメージにも使われている、うん、作品なんですけれども、こちらのについてお願いいたします。はい、この部屋の作品は今長谷川さんが言ってくれたようにこの展覧会の何ていうのかな、一番象徴的な作品だと思っていて、これをアルタードディメンションというタイトルだったり、まあ、そこのコンセプトっていうのを一番象徴的に体現しているのがこの部屋の作品かなと思っていて、これをやりたくてこの展覧会のコンセプトを考えたと言っても過言ではないかなと思っています。でまあ、やってることとしてはポリプロピレンシートっていう、まあ、プラスチックの一種だと思うんですけど、その、まあ、どのくらいだろうな、幅が1メーターちょっと90センチかな、1メーターの、で、70センチとかぐらいのサイズのシートを、まあ、レーザーでカットして、でそれをその、まあ、その時点では平面なんですよね、まあ、シートをレーザーでカットしてるだけなの でそれを、僕は現場でひねって、
平面物をひねることで三次元的な造形を生み出すという操作をしています。で、まあ、いろいろ僕も初めての試みだったので、まあ、いろんな実験トライアンドエラーを繰り返しながら、まあ、最終的にこの台座でこの、まあ、アルミパイプのようなものを一つ中央に立てることで、まあ、作品としてこう自立するようなところに持っていったっていうものなんですけども、これも何でしょうね、その、まあ、よく僕の絵って三次元立体的なので立体作品作らないんですかって聞かれることが多いんですけども、うん、その時にその文字通りこうイメージとして言うと例えば何でしょうね、こうキャラクターを、はい、例えばゆるキャラでも何でもいいんですけど、はい、ゆるキャラとかって大体最初2次元じゃないですか、うん、イラストで、はい、でもそれがなんか人気出てくるとぬいぐるみとか作ったり、はい、フィギュアになったりするあれって僕の中で非常にこう記号的に変換されてる感じがして、うん、つまり2次元から3次元に翻訳されるときに何もエラーがないというか、はい、2次元でイメージしてるキャラクターとそこに対して抱いてる印象と、その印象が、ま、そのまま違和感なくその三次元化されたものに対してもこう喚起されるというか、うん、期待している通りにこのキャラクターが立体化されているっていう、その場合ってそのやっぱりマテリアリティの齟齬がないわけですよね、はい、だからそれは記号を見ているというか、うん、物質を見てないというかある種、うん、で僕はなんかそういう形で自分の絵を三次元化して立体作品ですっていうのはちょっとなんか物足りない感じがあって、むしろその翻訳するときに何らかのこうエラーみたいなことが起こって、まあ、エラーっていう言葉もねちょっと一番いい言葉じゃないかもしれないんだけど、そのもう一歩なんかこう複雑なプロセスを経たかったみたいな時にその二次元物をひねって、まあ、三次元化するというか、まあ、二次元と三次元どっちともつかないようなものだけど、まあ、人間の知覚能力の中では三次元物に見えてくるっていう、そういったイメージを持ちながら作っていて、でまあ、下で話したその影の話でいうと、やっぱりこう台座があることによって台座に影が割とはっきり映り込む。なのでこの台座のこれ47センチ四方だったと思うんですけど、この四角の 上空というかこの範囲内ですね、うん、この中に起こっている現象まで含めてある種作品って言えると思っているので、そこがフレームとしての機能を果たしているわけですね、この台座四角、うん、なのでそういう意味でも単なる立体作品というよりかは影の映り込みなんかも含めて現象物として捉えてほしいというところもあるので、やっぱりそのディメンションの揺らぎであったり横断みたいなことっていうのは、まあ、これが一番体現してるんじゃないかなと思ってます。結構こちら の作品もというか展示室自体が外交の影響もすごい強く受けるというか、まあ、窓が一面なので、うん、ある部屋なので結構今は、ね、夜なのでこうライティングの、光の元でっていうような印象が強いですけど、結構お昼に見るとまた違った印象にもなりますし、うん、今大山さんがおっしゃってくださった、まあ、影っていう一つの現象自体も、まあ、時間帯によって少しずつ、うん、まあ、濃さだったり、形みたいなところが少し変わって見えたりっていうようなところですとか、あとまあこう台座 の平らな部分だけじゃなくてこう作品自体にもこう影が落ちて、まあ複雑な形態をまあ見せてくるっていうようなところも大変面白い作品なんですけれども、こちら の素材大山さん多分初めて作品としてはお使いになったものだと思うんですけど、はい、いかがでしたかというか、こう一緒にやってみてっていう言い方ないんですけど、このマテリアルと、まあ、作品制作して、まあ、完成まで至ってみて何かありましたか、印象など。そうですね、やっぱりこういう時の素材との巡り合いみたいなことって非常に重要というか、もうほぼそこに集約されるかもしれないんですよね、まあ、こういう作品を作りたいっていうイメージは一番最初から頭の中にあって、でまず何やったかっていうと、まあ想定されるいろんな素材をバーッとサンプルを買ってきて、それでレーザーでまずカットできるかどうかっていうのが、何でもカットできるわけじゃないので、
そういう本当純粋に技術的な問題があり、あとはそのカットした後にそのねじって、これ一箇所だけをネジで、まあ、こういうところですよね、皆さんお近くの作品見ていただければ分かると思うんですけど、一箇所だけ止めている、ネジで止めている部分が、それは一応決めていて、一箇所だけを止めることで、まあ、立たせるっていう、で立つにはしかし ある程度素材自体に腰がないといけなかったりとか、逆にそのひねって閉じ止めた時にまあ、そのひねれるぐらいの柔らかさ、例えばこれは鉄だとできないわけですよね、でもかといって柔らかすぎても自立しないし素材の形状がすぐ崩れちゃうので、本当にその硬さっていうところもすごく絶妙なものが必要だし、それからレーザーでカットできなきゃいけないとか、あとはまあ単純に見た目の問題もあります、まあ、どういう質感なのか、これ裏と表があるんで、表のここの質感と裏の質感微妙に違うわけですよね。ちょっと裏の方がザラザラしているのかな、ザラザラ表が滑らかな面かなというような違いがありますね、はい、これ制作に、レーザーカッターを、はい、使われていて、うん、QTS の形を切り出すっていう部分はレーザーカッターで、そうですね、そうです、行われているということですね。なんで、まあ、まず手書きのドローイングがあって、うん、それをイラストレーターでトレースしたグラフィックデータがあって、そのデータをもとにこのシートをレーザーカッターでカットして、それをまあひねってるっていう 段取りっていうか、でこのアルミパイプのもう質感一つとっても、それから台座の、まあ、これライトグレーに塗ってますけど、やっぱりその最終的なプレゼンテーション、ここに至るまでに結構一個一個慎重な判断の積み重ねで、まあ、こういうふうになっている。結局使わなかったんですけど、テグスとかで作品を部分的に引っ張るってことも最初考えていて、そのテグスも普通のテグスじゃなくて、まあ、10種類ぐらい買ってきていろいろ検討したりして、まあ、結局それは使わなかったんですけど、やっぱり作品なので、いくら頭の中で言語でこう構築しても、うん、物としての現れ方っていうのは最後はもうなんていうか理屈じゃないところがいっぱいあるので、うん、まあ、そういったこととのすり合わせっていうのはやっぱり最後あるかなと思います、うん、このこう次元をひねるというか、こう形をこう決めていくこと自体、この展示室でというか、あの設置の時に小山さんがまさにその時形を決めていくっていうようなことをされていました、うん、結構この作品ご覧になる方が一瞬金属なのかなとか思われたり、やっぱり光沢とか鈍いシルバーの感じっていうのが金属味みたいなのを感じさせるみたいなんですけど、学生さんからの質問でも、まあ、こう金属作品に見えるこの作品の中に少しよくよく見ていくとこうバリみたいなこうものも見えますけれども、なんかこれは一体何でしょう、何でしょうということではないですけど、まあ、その方金属だと思ってたみたいで、どういうことだろうという質問とかも来ていたりしたんですけど、レーザーカッターでカットするときにやっぱり基本的に熱でカットして溶かしてるんで、断面にそのなんていうんですかね、溶けたこの素材のプラスチック素材の溶けた部分がちょっとこう残るというか、それがまあいわゆる金属でいうバリみたいになっているわけですね。でこれを例えばヤスリがけ云々して取るっていうようなことは可能かどうかでいうと可能で、まあ彫刻なんかだとよくそれでこうバリ取りをした後に塗装とかして、まあ、きれいに仕上げるとかってあると思うんですけど、今回そのなんていうのかな、ある種のプロトタイプ性みたいなものを意図的に見せていくっていうことも考えていて、これを例えばじゃあバリ取りした後にスプレーとかで塗装してムラがないきれいな造形にするのっていうことはまあできなくはなかったんですけど、ちょっとそれも違うかなという感じがあって、でそのまあレーザーでカットする時のレーザーの強度とか、あとはその素材をこう、なんて言えばいいんだろうな、平面上に置いてレーザーを当てると、はい、素材の真下にこのプロ
ポリプロピレンシートの真下が面状に埋まってると、はい、溶けたプラスチックの行き場がないんですよね、はい、ここに溜まっちゃってバリが厚くなるんですよ。なるほど。それを避けるために、うん、あのアルミピアノ線みたいな、はい、アルミのワイヤーみたいなのを、はい、まあ、なるべく少ない本数走らせて、その上にシートを置いて、つまりちょっと浮かせた状態でレーザー当ててるんですね。あ、そうすると溶けたものが下に行くという落ちてくれる、うん、ただそのアルミ線がポリプロピレンシートに触れてる部分だけちょっとバリが大きく出てたりやっぱりする、はい、よく見るとそういう気配があの実はあるんですよね。だからちょっとそういう細かい調整なんかを繰り返す中で、なるべくそのイメージ通りの形が出てくるようにはして、うん、まあ、そういう試行錯誤はあったかなと思いますね、うん、こうさっきその、まあ、台座に見えるこの部分も含めて、まあ、現象も含めたのが一作品という、はい、いうようなこともおっしゃられてたんですけど、結構その今聞いたお話で、まあ、手書きで書いたあの QTS の形が一回デジタルデータになって、それがまあレーザーでの出力っていう形でまたフィジカルの方に戻ってきてっていうようなお話とか、まあ、そういったあの素材なりあの技術との関連の中でこう生じてくるマテリアリティみたいなところもあの含めて、こう制作の時間的なプロセスみたいなところもあのよくよく観察するとこう見えてくるのが非常に面白いなと思います。これなんかすごい初歩的な質問かもしれないんですけど、これなんで全部同じ形に したのかなっていう、多分同じ、なんで6つとも同じにしようと思ったのかっていうのは、あの、まあ、別の形にすることはできたと思うんですけど、そのまあちょっと話すとこれも長くなっちゃうんですけど、かいつまんで言うと僕の元々の制作全体のコンセプトとして、クイックターンストラクチャーっていうのは、これモチーフの名前なんですね。つまり一つなんですね、これは一つのものを指していて常にで、クイックターンストラクチャー自体は一つの運動であって、その実在物というよりかはある種形而上的なものというか、あの目に直接見ることのできない運動として存在しているというふうに自分は考えていて、でそれがこう現実のフィジカルな世界の素材とかと接触して、その運動の痕跡が残った時に作品として、そのインプリントって英語で言うんですけど、その運動の影みたいなものが転写されて作品、例えばキャンバスの表面にそれが転写されて作品として残っていくって、でその個別の一個一個の作品は僕フィグラティっていう言い方をしていて、で全部番号を振ってあるんですけど、これは440いくつとか、だフィグラティっていうのは一個一個個別の具体的なオブジェクトなわけです。でクイックターンストラクチャーというのは単一のものなんですね、っていうまあ関係性があるっていうのが大前提なんですけど、ってなった時に、この6つの作品、まあ、厳密に言うと 7個ありますけど、単一のクイックターンストラクチャーのドローイング、僕が描いたドローイング、まあ、それをデジタル化したアートワークっていうのが、あのグラフィックデータっていうのがあって、そこまでは単一なんだけども、それがこう同じデータであっても、実際このポリプロピレンシートも、まあ同じあのところで買った同じ規格のサイズの素材なんだけども、でも6枚一個一個微妙にやっぱ違うわけで、そこにレーザーカッターでカッティングして僕がひねることで、まあ、個別具体的な作品に結果的になっていくわけですね。だからそのまあ形而上的なところに存在するあのアイコン的なものと、それがフィジカルな世界に落とし込まれた時のモノ性というか個別具体性というところの対比ということを常に考えていく中で、まあ、今回はこの6つないしは7つっていうのは、まあ、同じデータからでもこうひねることによって最終的に全然違う形になるってことは、そこは想定されていたので、それでやってみようっていうふうに思ったっていう、この作品だけライトが多くなっていて、まあ、少しこう他の部分とはあの雰囲気が違うなっていうのと、まあ、あと、まあ、それに関連して思ったのは、やっぱりここの部分って窓がこう近くにないので、まあ、少しこう昼間仮に外が明るかったとしても、まあ、ここはちょっと暗いのかな、まあ、その辺と関係があるのかなっていうふうには思ったんですけれども、まあ、それについてはいかがでしょうか。はい、そうですね、あのおおよそ今おっしゃってくれたことがあの当たっているんですけど、今夜なんであれですけど、まあ、昼間だとこっちは自然光が当たって、で割とこうなんていうんですかね、
ナチュラルなオーガニックな明るさというか、で、部屋のに入って奥に行くにつれて少しずつこう人工の照明っていうふうになっていくわけですけど、その時に あまりこう暖色的な暖色系の明かりよりも奥の方はちょっと寒色系の明かりを当ててみたいなっていうのがあって、で、それがこう手前から奥に行くにつれて、ここの6個が全く同じトーンで奥の1個だけ全く別っていうよりかは、この6体もこう奥に行くにつれて少しずつ照明のトーンが実は変わっていて、でそこで少し奥のまた別の雰囲気が生まれるっていう流れは考えていたので、その中で寒色系の青っぽい光をそこを当てたいなと思って当てたっていう感じですね。黒と白のクイックターンストラクチャーの黒と白の構造のうちのどちらを抜けさせるのかっていうのをずっと気になっていて、ガラス窓の作品は黒い部分が銀になってて、なんかちょっと奥行き感がありますよね。で、私は黒い方がいつも見るときになんか奥行きがあって、白い方がなんか遮断されるようなイメージがあったんですけれども、エニコさんの中では黒と白の性質の違いみたいなのって考えて制作されていらっしゃいますか？そうですね、普段のというか今回の展覧会に限定せずに言うと、何年か前にブラックっていう展覧会をやったことがあって、黒と白っていうのはある種こう色彩というよりかは白いキャンバスにないしは白い器の中に黒い運動、線が広がっていくとか、そういうこう黒ってやっぱ運動、拡張していくものであったりとか、ある種のエネルギーみたいなもので、白っていうのはそれが広がっていくためのフィールドっていうようなイメージがやっぱりどっかにあって、だから下の壁面作品みたいに、白もあれは銀ですけど、銀とか白とかっていうのがこう印刷されて、ガラスなりの上に貼られるっていう場合もあるんですけど、一番そのベーシックな僕の、ビジュアルアートの一番ベーシックな形っていうのは白いキャンバスに黒い線でクイックターンが描かれていると。その場合ってクイックターンの内側の白いパーツとその背景の白っていうのは同じ白なんですね。まっさらな白の上に黒いところだけを僕は描画していくので、そのこの形でいうところ その抜けてるってさっきおっしゃってくれた部分っていうのは、白を塗ってるわけじゃなくてキャンバスの背景の白がそのまま見えてる状態なわけなんで、白を描いてるわけじゃないってことなんですよね。つまり僕が手を動かして描いてるのは黒の線の部分だけで、そこだけがこう線を紡いでいくっていう、線が拡張していくっていう運動になっているので、そういう意味では白の方は器というか、バックグラウンドというか、そういう意味で言うと、例えばこのじゃ影が今映ってますけど、影のこの部分、抜けてるこの部分と空間的に抜けてるこの部分っていうのは、ある意味ではそのボイドっていうか、その何か図と字でいうところの字の側っていう意味では同じだし、この影の黒く影が出てる部分とそのポリプロピレシートの部分っていうのはその、実の方っていうかな、そういう意味では同じなわけで。その影が虚であり、こっちのポリプロピレンシートが実であるっていうよりかは、両方実であって、でそれ以外の空間が虚というか、背景でというか、そういうふうにも言えるかもしれない。なんかあれですね、こう見る人にとって結構その、白と黒っていうことだけに限らないかもしれないですけど、シルバーと白とか、こうどっちがこう前後して見えるとかって、結構鑑賞者 の人によっても変わってくる部分かもしれないのが少し面白いですね。こう作家さんのこう制作の過程と見るときのまたちょっと差といいますか、そういったところも面白いなと思います。この作品は444番っていう、一番最後にこの展覧会に加わった作品で、もともとは作る予定はなかったんですけど、本当に設営開始日の数日前とか1日2日ぐらい前に、最後の最後までスタジオで素材をいじっていく中で、ちょっと試しに釣ってみたんですよね、スタジオで。そしたら
結構あの意外と釣れてこう素材的にも継承的にも耐えたなっていう感じ で、うん、で影の出方とかが面白かったので、これちょっと最後に1個こういうの付け加えたいなって、で現場に来て、まあ、ケムコの皆さんにも話して、まあ、ここに置くのいいんじゃないか、まあ、あとさ、ここにもともと何かもう1個あってもいいよねっていう話は、そうですね、場所的にちょっとあるからっていう話はあったんですけど、でまあ、そういうところで最後ここにじゃあこれを置こうっていうふうになったっていうことがあって、やっぱりその作品を作ることと展覧会を作ることっていうのが本当地続きになってますね。あの、あっちの部屋でも言ったけど、展示する空間の壁のサイズから絵のサイズを逆算していったりとか、アーティストがそのスタジオで作品作るときって純粋に作品だけを作ってるわけじゃなくて、その先にある展覧会を作る、ることまで見通して全部そこが地続きになったり、まあ、する場合もあるので、これに関しては本当こういわばこの空間がキャンバスだとして、そこに最後一個これを置くことで展覧会全体が本当収まったというか、画流転生的な、そうですね、最後のピタッと、ピタッとで影の問題と、まあこの造形の問題といろいろここでまたあのもう一個視点を提供できるピースだったんじゃないかなと、今ちょっと緩やかに動き始めたんですけど、うんすねうん、これ普段の展覧会会期中だとあの空調が回っていると空気の流れで、少しこの作品が、うんまあ、左右にというか触れるといいますか、吸ってるのがこう一点なので、まあ、動きというような要素も、入ってくるというような作品になってますね、はい、あとやっぱり、まあ、カルダーをあの僕はすごくあの何年か前にテートモダンでカルダの回顧展を見てすごくいいなと思って、ずっとやっぱさっきの下のそのエスカレーターの映像もそうなんですけど、頭の中に残ってたり何かのちょっとしたことで捨てずに撮っておいたものとか、そういうものがやっぱり巡り巡ってあるタイミングでこう引き出しから出てくるっていう、これアーティストは多分ねすっごいみんなやってるというか持ってると思うんですよね。でそういうところで作品が展開してったり、だからすごくパーソナルな次元でふとしたことをこうストックしておくものと、それがこう展覧会とか何らかそう社会的に発表するっていう次元でそれがこう結びついて何かこうあの意味が生まれてくるとかっていうことがすごくあるんですけど、僕はやっぱりその何年か前にテートモナって見たカルダ展の印象っていうのが、これを最初スタジオで釣ってみた時に、あのあこういうことやりたか、あの時のあの感じが自分の中でまた湧いてきたなとかすごくあって、それはなんかこうあのぜひ皆さんが美術品を今後見ていく時にそういった感覚をどっかで、だからすごくそのいろんな時間軸がここに織り込まれてるっていうことなんですよね。今見てる、見る人は今見てるけど、作ってる人はあのいろんな時間軸を持ってるし、見る人ももしかしたらこれを見た人が自分にとってはこれは何年前に見た別の、あの時のあれにを思い出したとかっていうふうに、その時間の多層性みたいなことをやっぱりすごく、考えてほしいなと思います、この作品も、最初にコミッションワークとして作った時はあの単体で作ったわけなので、その展覧会の一部になることは当然想定していなかったんですけど、なので単体として作った時に考えていたことと、今回この展覧会の、まあ、作品の一つとしてこれも含むっていった時に、まあ、さっきの時間の複層性って話じゃないですけど、やっぱりあのもう一度そのこの展覧会の中におけるこの作品の役割であるとか、例えば下であのチューブを中に仕込んでこうアンストレッチとキャンバスが半立体化してるっていう作品があったと思うんですけど、あれは一番最初にそのサインを裏に書くためにキャンバスをめくって、それがカーテンのように見えたって話をしたんですけど、それはやっぱりそのこの作品もどっかで多分僕の頭の中にあったわけですよね。だからこの作品をがこの点の中にあるっていう、それをが頭の中にあった上で、あのそのアンストレッチとキャンバスがカーテンのように見えたっていうところで、なんかこの方向でいけそうな気がするみたいな、そういったやっぱりこう点と点で意味がつながったりして、いろんなことがこう決まっていくようなところが展覧会をやってるとあるんで、まあいわゆるそのキュレーションっていう言葉がありますけど、キュレーションってそのキュレーターがいろんな作家の作品を
並べて意味付けするだけじゃなくて、同じ作家の個展であってもそのいろんなタイプの作品をどう結びつけて並べていくかって、ある種の一人キュレーションじゃないですけど、そういったことはあるんですね。でこれはこの作品は特にだから、そういう意味で言うと、もう一度この僕の個展の中にキュレーションした、この作品をキュレーションしたみたいな感じがちょっとあるというか、なんかこの作品もあの壁に書いてある、この部分は壁画と言っていいのかもしれないんですけど、壁に平面として描かれているものと、あとまあカーテンもあの一枚の布という意味では平面なんですけれども、うん、結構その先ほどからは大山さんがおっしゃっている、まあ、もともとそのモチーフの中にある立体性みたいなところに加えて、まあ、これカーテンなので結構普段あのお部屋が使われる中ではあの畳まれたりとか、まあ、広げられたりとか、あと奥の部屋があの撮影室になってるんですけど、そちらの使うときに電気をつけるとまた違ったあのこう見え方というか立体性みたいなところが出てきたりとか、かなりこう複雑に環境の中でも変わっていくというか、使われ方の中でも変わっていく作品で、まあ今回のアルタードディメンションというようなテーマ、うん、とも最初これあの作品の一部とするかしないかみたいな話も出たりもしたんですけど、うん、やっぱりあの紐づくものとして、うん、位置づけられて、まあ、展示の一つとして見せられたことはすごく良かったかなと。で、このカーテン自体のこう波打っている形状っていうところももちろんあるし、あとこれ2枚重ねになっていて、まあ、あの2枚の同じものが、2枚重ねになることで図像が若干こう映像的な、なんていうんですかね、ブレみたいなものを持って見えてくるんですね。でそれもこう映像的とも言えるし、ある種の空間性というか立体性みたいなものが生じているとも言えるので、まあ、そこら辺のこう、まあ僕は揺らぎって言葉がすごい好きですぐ使っちゃうんですけど、ある種の図像の揺らぎとか空間の揺らぎみたいなことが、このアルタードディメンションっていう展覧会の前にから、まあ、ある意味では考えてたし、ここでやってたんだけど、それが今回の展覧会ではアルタードディメンションっていうキーワードで他の作品とこう結びついていくっていう。で各作品ね、同じアルタードディメンションっていう言葉を使っていても、各作品そのどうやってそれを作品化してるかっていう切り口とか全然違うわけなんですけど、それでよくて、なんか一つのあのもう決まった答えを作品で実証していくっていうことではなくて、作品ごとにアルタードディメンションっていうことも少しずつ違うし、でもそれがこう有機的に結びついて、なんかこう一つの、まあ、世界観というか展覧会としての、うん、あのまとまりなり、まあほころびもあってもいいかもしれないですけど、うん、だからこの作品が入ったことでやっぱり作品にの展覧会としてのちょっとこう射程が一つ広がったんじゃないかなっていう気は僕はしてますね、うんうん、確かに結構そのルーム1の作品も、まあ、すでに大山さんがトライされてたあのアンストレッジとキャンバスというシリーズの、まあ、一つの展開系であったりとか、はい、まあ階段とこのカッティングシートの作品もこれまでトライされてきた、うん、まあ、素材とこう一つ の、 あの QTS の展開のスタイルだとは思うんですけど、うん、それの展開系ということで、はい、まあ、それとルーム2の先ほどお話を聞いた、まあ、完全に素材から新しくこうアプローチしてくださったっていうもので、うん、結構さまざまなフェーズでのアルタードディメンションっていうのが、あの見せていただけてるんだなっていうのが、あの話聞いてよく分かりました。この線というかこの形を見ると大山さんの作品だっていつも分かるんですけれども、この形をいつもどんな気持ちで使っているとか、ここがいいなって思ったりとか、うん、どういうことを考えていらっしゃるのかが気になります。僕一応アーティストとしてこの自分の絵を描いてるっていうことになるんですけど、感覚的にはその、まあ、さっきそのクイックターンストラクチャーっていうのは形状的な存在で、その運動が素材 の、 あの表面をこすってこう転写されてそれが作品になるっていう説明の仕方をしたんですけど、あのじゃあその時にアーティストはどういう役割を持ってるのかっていうと、ある意味ではそのちょっと手綱を引いて、その運動がの手綱を引いてそれをこう表面にそれがうまくこすりつけるように遠隔操作してるっていうか、まあ、あのちょっとそういうだからメディエーターっていうんですかね、
そういうだ自分の手で描いてるし、まあ、自分の身体を使って描いてるっていうことも確かに確実にあるんですけど、同時にその自分の身体を通してそれ自分よりも大きな存在の何かがこう出てくるというようなあの感覚もやっぱあるんですね、うん、でだからこう例えばこの線がなんか自分の、まあ、エキサイトするような線が出てきたとか、この形があのいいなっていう形が出てきたっていうことはあるんですけど、それやっぱりこう生け捕りにしてるような感覚がありますね、うん、自分でこう書いてるんだけど、そのでただまあそこにもね、いろんな段階っていうかレイヤーがあって、その下のアンストレッチとキャンバスの作品はクイックターンストラクチャーの背景にもっとこうプリミティブなより即興的に描いてる線っていうのがあるんですね。あれなんかはもう本当に線を生け捕りにするような感覚でやってるんで、かなり疲れますよね。毎回毎回線一本一本相当エネルギーを放出して描いてたりする。でクイックターンの方はやっぱりその下書きを書いてそれをトレースしたりとかプロジェクターで投影したりしてっていう、そういう設計していくっていうところもすごくあるので、そういう意味ではちょっと違うんですけど、でもやっぱり地続きなところとあるんです。だからまあその辺のまあバランスの中でやっぱり行ったり来たりしながら作ってるっていう感じでだと思いますね、うん、全体的に見てなんですけど、2階にあった階段に影が写ってる写真ってあれ1枚だけの展示だったんですよ、うんうん、他の作品ってやっぱり後ろのバックグラウンドストーリーが逆に表に出したいと思って複数点置いてよりメッセージ性を持たせるとか、見てるギャラリーの人によりちょっと想像力を湧き立てるような感じの展示の仕方だと思うんですけど、逆にあえて2階の一番平面の展示物を1枚しか置かなかった理由っていうのはあるんですか？一応あの階段の写真と、もう一個は実はトイレの前にも展示ブロックの写真があって、あの2つはちょっと近い、かなり近い位置づけなんですけどね、僕の中で。一応配布物だとビジュアルメモっていう言い方をしていて、作品とちょっと分けてるんです。一応まあ見る人はあんま気にしないかもしれないんですけど、作品っていうのはやっぱりある程度こう何らかの形で練られたものというか、思いつきで作ってるものではないので、設計なり何なり練り込まれてて、であの写真に関してはビジュアルメモに関しては普段まあ生活しながら考えていることのちょっとしたこう気に留まったことなんかをまあ自分の中でストックしてあって、それをこう今回はまあ普段はあんまり僕そういうことやらないんですけど、今回は見る人にとってもそういうこうアルタードディメンションっていうキーワードが結構はっきりしてるんですけど、まあやっぱりまだその何がアルタードディメンションなのか分かんないって人も多いと思うし、そのいろんな角度からこうアルタードディメンションについて考えるための糸口があっていいかなと思ったので、まああいうちょっと思考のヒントになるようなものを展示したっていうのがあるんですよね。で、あの階段のやつが1枚だったかってことに関して言うと、実は最初 2,3 枚さっきもちょっと言ったんですけど、違う日時で 2,3 枚並べるってことも考えてたんですけど、なんだろうな、ちょっとやっぱりそのあれ、その階段の造形とそこにかぶさってる光っていうところのそこのコントラストっていうか、その実際にある物理的階段と映像的にそこにかぶさっている光と影っていう、そこのコントラストが、まあ、下のエスカレーターの映像もそうなんですけど、そこを見てほしいと。でも違う日時の階段の写真から3枚例えば並んでたら、多分その階段と光の関係じゃなくて、その3枚の写真の中にあるそれぞれの光と影の時間帯による違いみたいなところに多分見る人の意識がいっちゃうと思ったんですよね。だからそれはちょっとポイントがずれるなと思ったので、むしろ写真は1枚に絞ってあそこに置いたっていう。で、あんまりボリューム増やしすぎるとやっぱりちょっとビジュアルメモというには少し押し付けがましくもなるかなということも、まあ、ちょっとさりげなく、もしかしたら見過ごす人もいるかもしれないけど、それでもいいかなっていう感じでやったんですね。ありがとうございます。なんか個人的に他の作品は結構表に出すような感じだったんですけど、あれだけなんか後ろに何て言うんでしょう、うん、入り込んでるような感じだったので、すごくあれ好きです、僕個人的に。はい、ありがとうございます。ちょうどあれですかね、階段も下り、はい、の写真っていうのもあって、うん、奥行き
感を感じさせるたのかもしれないですね。あれですか、あのちょっと引っ込んだところに飾ってあるって意味ですか、うん、その奥まっ平面なんですけど、奥行きをあるように見せるっていうのは結構、ああ、なるほど。いやいや、なるほど。うん、逆になんかその今まで立体とか三次元の話が、あ、そういうことか。なるほどなるほど。手前っていうより奥にこう立体性を感じるみたいな。平面で再現させる。面白い。ああ、なるほどなるほど。その遠近法的にこう消失点に向かっていってるっていうことね。確かにね、あるのがそういう効果がっていうのがあるのかもしれないですね。はい、作品を通してあの名前に関してなんですけど、フィグラーティのなんか F があの2つあるじゃないですか。で、私はなんかそれについて何かなと思いながらなんか自分なりにちょっと考え続けていたんですけど、今回なんかエミコさんがよく揺らぎって言葉を使ってて、なんかそのF が2つあることによってやっぱなんかそういう揺らぎだとかなんか意味ですかね、うん、なんかやっぱりなんかそういうものなのかなと思って私はちょっと解釈をし始めてきたんですけど、えにこさん的にこの作品 あのフィギュラーティって名前同じでそこに番号が増えていく形じゃないですか、うん、そこのなんかフィギュラーティのなんか固定してあるあの部分の F2 個重なる F っていうのはなんて、うん、こだわりといいますか、えにこさんの中でなんか強いメッセージがあるのかななんて思いながら考えて、今回ちょっと揺らぎとかかなと思ったんですけど、お話を伺えたらと思います。 ありがとうございます。それすごい嬉しい感想で、あの揺らぎっていうことを実は考えてたわけではないんですけど、でもあのそれはいいというか、あの面白い解釈だなって今思って、あのなんで F が2つかっていうのは実はあの理由があって、あのグラフィティっていう言葉のスペルから来てるんですね。でもともとそのフィグラティってイタリア語で、あのイタリア語での言葉で、まあ、いろんなふうに解釈できるんですけど、まあ、一般的にはこうまさかっていう、意味で、なんて言えばいいんだ、ちょっとうまく翻訳が難しい。例えば話してて、なんかこうこの間こんなことがあったんだよって言って、え本当に信じられないみたいな時のまさかっていうじゃないですか、うん、でフィグーラってあのフィギュアってことなんですよね、形とかの、はい、でティっていうのは言うあなたってことなんですよ、イタリア語で。だからフィグーラティっていうのはフィギュアアウトユアセルフみたいな、自分をあなたを語る、つまりしっかりしろみたいな感じの ニュアンスとしてはね本当っていう、本当にっていうニュアンスなんですよね、はい、ニュアンスは、うん、だけどその、言葉のその筑語的な意味で言うと、あのフィギュアイというやつ、うん、でそのフィグラティっていうイタリア語とグラフィティっていう言葉を、まあ、僕のクイックトランスラクチャーっていうのはそのグラフィティの視覚言語をある種こうひねって抽象形としてもう一度組み立て直してるっていうのが根本にあるので、グラフィティっていう言葉の、まあ、スペルを前後をひっくり返して、かつそこにその、まあ、僕が父親がイタリア人っていうこともあるんですけど、イタリア語のフィグラティっていう言葉を重ねて、フィグラティっていう言葉を作ったんですね。でイタリア語のフィグラティは F1 つなんですけど、グラフィティの方は F が2つなので、まあ、僕はそこで F をあえて2つにするっていうのが、まあ、これがあのなんていうんですかね、一番公式な説明なんですけどただその例えば本の文章の校閲とかしてても誤字脱字とかがあると、あの同じ文字が2回意味もなく繰り返されてたりすると、急にその文字列が意味を語ってる文字列じゃなくて物質的に見てくるわけですよね、ノイズとして。それと同じように F が2つあることで、そのフィグラティっていう言葉がそのなんかこう物性を帯びてくるというか、いらない F が1個くっついてるってことがすごくこう、ある種の疑問を喚起したり、おさまいの、まあ、ある種の悪さというか、なんで F がいらないものがなんかついてるとか、あのタイプミスかなとか誤植かなって一瞬考えさせるっていうか、そういうこと、その効果については僕はずっと思ってたんですけど、それを揺らぎっていう言い方でもう一度捉え直してみるっていうのはちょっと面白いかもしれないなって思ってます。なんか今のその一瞬こう文字列の中でこう立ち止まらせるみたいなところも、やっぱりこう
もう文字ならではっていう視覚的な、うん、ものになった時にっていうのもあるなと思って、今フィグラティってすごい音で聞いてても、うん、特にそのつまずきって私たちそんなに気づかなかったり、はい、まあ、そういうものっていうふうに受け取れてしまうんですけど、確かにやっぱり最初作品名とか、うん、見た時、あ、F2 つなんだとか、うんうんうん、これそもそもどう発音したらいいんだろうみたいなところの戸惑いってやっぱりあったりして、だから展示ブロックの写真の下にあったと思うんですけど、はい、僕の中ではそこつながっていて、うん、展示ブロックって綺麗にこう整列して地面に埋め込まれてわーって伸びてたら、それはもう都市風景として何らか違和感なくその他の風景と地続きシームレスにそこにあるものとして誰も特に気に留めないと思うんだけど、はい、あれが部分的にずれてる、うん、途端にそこに そこに物質があるってことに対してアテンションがいくと思うんですよね、はい、それと同じで F が1個余計にあるっていうのは、うん、意味のその滑らかな意味の流れの中に一つ異物がやっぱりそこに生じてるっていうことであって、うん、やっぱりそこにその、まあ、今回のステートメントそういうことを実は書いてるんですけどね、はい、うん、言語 の物質性というか、うん、っていうこととアルタドディメンションっていうことが、まあ、ちょっとどっかで結びつくんじゃないかっていう、うんうん、結構そこはつながってくるかなと思います、うん、最後に質問としてはあれなんですけど、なんかその、はい、あそこなんか結構そのこれらの作品結構きっちりと線になってたと思うんですけど、なんかあそこ ボケてたりするんですけど、そのあれそのなんか これなんか出そうとなんかしたのかなと思ったんですけど、ここですか、この辺と、そうですね、あ、そうですね、そうなんですよね、これやっぱり直線的なところとカーブのところっていうので、直線的なところはですね、マスキングテープを使ってるところもあるんです。で、カーブのところっていうのはだいたいフリーハンドで描いていて、でマスキングテープ使ってると線がまさに揺らぎがなくなるわけですよ、うん、パキッと白と黒の境界線というのははっきり出てくるんですけど、テープ使わずに、これそのエアロゾルを使うっていうことのまさにその、メディウムスペシフィシティなんですけど、直接支持体の面、例えばここで言えば柱に触れずに距離を持って非接触の描画になるので、その分こういったボケっていうのが生じるんですね、塗料が噴射される際の、その筆ムラっていうのはこういう性になるんですけど、スプレーの場合はこういうエアロゾル的なこうボケというか、これがこういう性になってくる。でそれがやっぱりマスキングで描くと出てこないんだけれども、マスキングじゃない時はやっぱり出てくる。でそれはカーブのところに特に如実に出てくるっていう。でそれがまあ僕はまあ意図的にというか、まあいろんな事情もあるんですけども、昔は全部手書きでっていうふうに考えてたんですね。だから直線もなるべく手書きで、うん、ただある時期からマスキングテープとかを使うようになって、うん、そういうこうエアロゾル的なぼやけがはっきり出るところと、パキッとこうマスキングテープで直線が機械的に出てくるところ、その両方がこう折り合わさりながら、まあ絵ができてるっていう、それはある時期から結構意識してやってることだったりしますね、うん、直線のとその、直線のなんかその、こういう性をちょっと消したっていうか、なんかそういうのと、その、なんかちょっと、こう、その手で描いたその、こういう、スプレーのこういう性って、なんかその、なんていうか、その、なるべくこう、まあ別に複雑ならいいってわけでもないんですけど、まあ、いろんなそういう、タッチというかマチエールっていうのが混在してるっていうのが僕は結構好きなので、うん、そのマスキングテープで逆にマスキングテープじゃなきゃ出てこないある種のテクスチャーもあるんですよ。こういうちょっとここがやっぱり直線になりきってなくて、ちょっとガタつきが生じてたりとかするのは、やっぱりマスキングテープに塗料が染み込んで、少しテープの下にまで塗料が回り込んでたりすると、剥がした時にこういうガタつきが生じたりするんですね。ちょっとスプレーを強く吹きすぎるとそういうことが起こったりするわけですけど、まあ浅くそんなに吹きすぎてなければもうちょっときれいに、こういうところはもうちょっときれいに多分剥がれてたり、場合によっては後から筆でこの下地のこのライトグレーみたいな色を筆でもう一回塗ってちょっと削ったりとかすることもあって、別にそれは自分はまあ気分でそういうことをする時もあるので、うん、そういったものがいろいろ混在しながら、うん、でこの辺なんかちょっと塗料がやっぱり
テクスチャがより強力に出てたり、少し垂れてるようなあれが残ってたりとかするっていうか、そういうのは全部やっぱり、まあ、物質的に作っていくときに出てくる、まあ、要素っていうか、うん、上の方行くとね、この辺はまあ目線の位置なんでスプレー縦にして描いてますけど、上の方行くとスプレーを上に向けて描くことや、そうすると あれって気圧で、空気圧で噴射してるんで、上に向けると塗料の出方が全然違ってくるんですよね。でそういうのでも全くその絵としては一つ長いで伸びていってるけど、どの位置かとか、どういう角度とか、自分の身体とか使ってる道具と壁面の関係性によって、結構テクスチャーとかマッシュールが変わってきたりとかすることはありますね。この柱の作品も、うん、ご覧になった方が結構手の痕跡みたいなのがこう見て取れるんだって、写真とかで大山さんの作品拝見すると、割とこうなんかこうスタイリッシュにパキッと全て見えてしまうようなものもあったりするんですけど、手の痕跡見えるんだっていうところと、あとカーテンがデジタル転写プリントなので、そこと の線の出方というかの現れ方の対比ですとか、まあカーテンの方は、ね、二重にしてあるっていう意味での効果もあるんですけど、うん、なんかそういったところも結構この作品比較して見ていただけてるかなというような印象もあって、うん、今のお話もすごく面白かったです、うん、最後に何か一言ありましたら、はい、お願いします。いやでも本当にこういう今日話したことっていうのは、もちろん展覧会を作りながら、作品作りながら考えていたことではあるんですけど、でもやっぱりこう皆さんに向けて今日話すとか、皆さんから質問いただいて話すことって、僕も言語化する機会になっているし、それで整理されることもあったり、新しく気づくこともあるので、すごく自分にとってもなんか改めて展覧会について考えるいい機会になった。ありがとうございました。ありがとうございました。